皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は最近購入した新しい棚の中身を紹介していきたいと思います。2020年もお部屋紹介してほしいですってすごいたくさんリクエストをいただいていて、今ちょっと模様替えをしているんですけど、結構私綺麗に収納したりとかするのが好きなので、新しい収納ボックスを買おうかなと思ってテスト的なものを購入したので、今回はこちらの中身を紹介していきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。はい、ちょっとね、自分の部屋じゃなくて撮影部屋に持ってきたんですけど、とりあえず今回紹介するチェストはこんな感じで4段になります。では早速中身を紹介していきたいと思います。はい、ではまず一番上から紹介していきたいと思うんですけど、一番上はハンカチを入れています。こんな感じですね。ちなみにこのボックスはプラスチックでできているんですけど、見た目高級感あるのにプラ製なので軽いケースです。私はハンカチが大好きなのでいっぱい持ってるんですけど、今はこういう薄いハンカチじゃなくて吸収力の高いタオル生地のね、ふわふわしたものを使ってます。コクーニストとかのハンカチも、これ31とコラボしてるやつなんですけど、すごい可愛いですよね。コクーニストは可愛いハンカチがいっぱい売ってるので、その時期によって、これもアポロとコラボしてるやつなんですけど、可愛いハンカチを見かけたら買っちゃいますね。メゾンドフルールのハンカチもこうワンポイントで、これもね、いちごの季節の時に出たやつとか、これもすごい可愛いんですよ。メゾンドフルールのハンカチは今治タオルなので肌触りがいいです。これはマイメロちゃんとメゾンドフルールがコラボしたやつですね。こういう感じでハンカチは一番上に入れてて、ここはマスクですね。箱で買うと1枚1枚袋に入っていないので、全部こうやって1枚1枚こうやって袋に入れて持ち運ぶように置いといてます。このまま、まあ、5枚ぐらいバッグに入れといた方が安心なので、これを学校のバッグにポンって入れたりしてるんですけど、マスクの予備をちょっとここの間に入れてるっていう感じで、一番上はハンカチとかマスクを入れてます。はい、2段目を紹介します。2段目はちょっとごちゃごちゃに見えるかもしれないんですけど、ストックを入れてます。これは最近ね買った、この蓋がめっちゃ便利で、これはセリアの蓋なんですけど、こうやってパカッて開けれるのがすごい良くて、何回でもね貼り直しできるらしくて、すごい好きで最近持ち運んでます。あとこういう汗拭きシート、これは動画で紹介したやつとか、あとまだ使ってないストックを入れてます。例えばこういう化粧パフとか、クッションファンデの中身とか、私の大好きなポイントリムーバーとか、あとティッシュとかマスクとか、あとコットンですね。これは無印の購入品で紹介したコットンとか、パックとか絆創膏で、奥は全部ウェットティッシュのストックがあります。私の大好きなこの日焼け止め用パフもストックしてあります。とこれはね、まだ使ってないヘアオイルなんですけど、動画で紹介したいなって思っていて、と置いてあったりとかっていう感じで、この段はストックのものを入れてるっていう感じです。この段が一番重いですね。続いて3段目です。3段目はポーチを入れてます。まだまだポーチ持ってるんですけど、特に気に入ったものとか、まあ、一部を入れてます。全部は入りきらなかったですね。ここに小さめのポーチ入れてたりとか、このねマイメロちゃんの動画で紹介したやつとか、メゾンドフルールのコラボ可愛すぎてね、やっぱり使えてないんですけど、こうやって、これはねもうほんとやっとの思いで買えた思い出のポーチなんですけど、めっちゃ買うのにね苦労したポーチで、あとファンの方からいただいたポーチとか、マイメロちゃんのポーチとか、あとジル・スチュアートのクリスマスコフレの時のポーチとか、ポール&ジョーのノベルティでいただいたポーチとか入れてます。ここら辺は使う時に出すって感じですね。一番下の段はあんまり使わないものを入れてます。ピューロランドとかで使うようなものとかを入れてます。これもファンの方からいただいたカチューシャなんですけど、めっちゃ可愛い。カチューシャとか花冠とか、こうイベントの時とかパークでとかで使うようなものを入れてます。
奥もこのマイメロちゃんの耳がピコピコするやつとか、ディズニーのメガネ、こういうなんかイベント系のもの、あとセリーメイちゃんのカチューシャとか、そういう系のものとかを入れてます。どっか行くっていう時にね使うようなものですね。カチューシャとかってなんかどうやって保管したらいいのかわかんないなと思って、しょっちゅう使わないなっていうものは一番下に入れてます。意外と奥行きもあって割と収納できるので、パジャマとか下着とかそういう収納にも向いてるかなって思います。はい、というわけで今回はチェストの中身を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよとか、見て楽しかったって思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。お部屋はちょっと変わったりしたらまた紹介したいと思ってるので、気長にお待ちいただけたら嬉しいです。